皆様、明けましておめでとうございます。宮崎カレンです。昨年は大河ドラマや舞台3匹のおっさんに出演させていただいて、すごく実りのある1年でした。大先輩たちに囲まれて素晴らしいお芝居も目の当たりにしましたし、自分に足りないなと思うところをたくさん発見する1年でもありました。あと健康面で3匹のおっさん108公演無事怪我なく病気なく終われたことも自分にとってすごく大きな自信になりました。今年はその昨年のことを踏まえて、自分に足りないものを自分なりに補強していろんな習い事も始めたいですし、自分を見つめ直して頑張っていきたいなと思っています。それでは本年もよろしくお願いいたします。宮崎カレンでした。